こまでも悲しくしようと思ってこのイントロをふざけて弾いたら、みんな最高だって言って、これな。さよならの語尾は実は素晴らしい感じでビブラートがかかってるんですよ。先生あまりビブラート得意じゃないはずなの。気持ちよくで、だったらこう甘えすぎた青春を壊しての手がさらに伸びてビブラートかかっていて、もう一度にかかったら最高だなと思いながら聞いてた。それ以外は OK だった今マジで。そうなんだ。失ってしまう単純に丸々一小節っていうか、さようなら、三、四、休み、さあ、いいんじゃない。さようなら、終わり。結構もっとギリギリまで、三、四、うん、の方がいいと思う。やってみます。声がものすごい凛と綺麗に入るんで何の問題もないのよ、実は。だから気持ち錯覚してるの、みやちゃん大変だって、全然大変じゃない。うまい、うまい、うまいよ素晴らしいよ、本当。ちょっと一回聞こう、なんでかって言うと OK だと思うから近くから聞きますね。ここで聞いていいですか。そこで聞いていい、はい。甘えすぎた青春を壊してもう一度幸せになるから。よくない、うん、もしみやちゃんがどうしても行きたかったら最後にもう一回だけトライしてもいいの。いや大丈夫。いいよね、うん。疲れるこの曲。これはね、この曲さ、歌うのすっごい辛い。なんか歌が辛いとかじゃなくて、魂が辛い。そうだね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何が？今ちょうど終わったんだよ、レコーディングが。歌い終えましたよ。5時間以上ぶっ続けてレコーディングしたんだよね。そんな経ってた？嘘でしょ？休憩しても5分10分しか取らなかったから、2曲をあっという間に撮ったんだけど、どう？すごい疲れたけど、うん、でも割すごい爽快な気分で、私はね、歌い終わったからね、無事撮れたからね、うん。今我々がレコーディングしているこの作品というのはなんと1月のですね22日、うん、ね、1月の22日ですよに、リリース配信が始まりますので、はい、ぜひチェックしてください。とても自信作です。このね、新曲に関しては私ものすごい思い出がありまして、津田美奈というアーティストは、うん、まあ7月にデビューしてからですね、うんうん、まだ22の計 4作品しか配信してない、リリースをしてないんですけど、うん、この4作品をもし全部聞かれた方はですね、多分津田美奈のイメージというのはあると思うんですよね。まあやっぱりその芸術性を大事にしているっていうのと、うん、やっぱり美奈の声がやっぱりね、透明感があって柔らかくて、うん、とても癒される声なんで、そういう声にものすごく親和性のあるサウンドと曲だと思うんですけど、僕はね、最初からもうね、あらかじめやろうと思ってた曲があったんです。それは何かっていうと、ミアのこの透明感のあるこう癒しの声でものすごく情念の曲を激しくて、そうものすごく尖った曲をですね、歌わせようと。で、キーで言うと蝶々、メジャーじゃなくて単調、マイナーの激しい感じの曲をですね、歌ってもらおうと思ったんですよ。だからこう、これまで4曲津波は出してきましたけど、その作品が逆に、うん、そんなに好きじゃないかなって思った人にもあえて聴いてもらいたいぐらい新境地ですよね。
俺はね、一言で言うとイメージで言うと、この青春が悲しすぎてという曲はなんかね、とんがってる、とにかく刺す感じの曲なんで、刺す感じ、尖ってる、興味があると思った人は聴いてください。ものすごい自信作です。この曲で僕スタミナ変わるんじゃないかなっていう気がしてるね。でもまだアレンジが終わってないんでしょ。だからどうなるか分かりませんけど、乞うご期待っていうことで、8月6日といっても1年前ではなくて、1年半前だ、2016年の8月の6日にまだ僕らつだみやが津田直しノンユミアという、まあ、インディーズ時代っていうのかな、にワンマンライブやったんですけど、その時にミアの曲をですね、やっぱりイノウエミアというシンガーソングライターが10年ぐらいやってきた、その楽曲もちょっとせっかくなんでツタミヤ の, コンサートでやろうじゃないかっていうことでやったの、2曲ぐらいやったの、その1曲が、アイマイネリズムもすでに配信されてるやつなんですけど、もう1曲やったのがピュレーリストっていう曲なんですね。ピュレーリストって感じ。ごま、いや、ほっとこうなんとなくこうピュレーリストって言ってたよ。ピュレーリストがね、いや俺はなんかね、ピュレーリストいいなと思ったんですよ、なんかその警戒がして、でそれやったんだけど、そのやってる最中、ライブをやってる最中になんか思わず自分の中で確信が生まれて、このプレイリストっていう曲を津田宮の曲にしちゃいますねって言ったんだよね。ああ、ライブの本番で言ったの、 そのぐらい確信、覚えてるね、そう、確信をこう、でも津田宮 の作品になったんですよ、その時から最高の作品に仕上がりました、このプレイリストが青春が悲しすぎてと、カップリングという形でですね、1月20日にリリースされますので、ぜひ。全然違う2曲なんですけど、同じテーマが隠れているので、ぜひ見つけてみてください。シンプルに漢字一文字でお互いそれぞれこう見せてですね、お見せして、それについてこう説明すると、やってみたいと思います。では宮ちゃんの方からどうぞ。私はね、今年の1年はダミアンにとってこれ、じゃん、おお、自由前で、まあ、希望の木とも読むし、これマレ、マレ、マレとも読む、ツアミアデビューしたでしょ、そしてワンマンライブをやったり、レコーディングしたり、新しいことが次から次へと変化が多かったの、でその変化の波に飲み込まれて、最初はすごいこう嬉しい自分もいるし、ドキドキワクワクとか、怖いなって思ったりとか、動いたわけだね。そう、動いたの、いろいろ、でもその中にこうあるその希望、その中に希望があってね、その希望をこう見つけながら歩いてきた年というか、なるほど、でそれはすごい自分のこの26年の人生にとっては稀な年だったなって思って、だからまたとない1年だったんだと思う。じゃあ津田さんは、俺の場合はですね、2017年という年は、じゃんこれや、おー意外、これはねものすごく簡単です。結局そのツダミアというユニットを、組み結成して、でワンビシャスから世の中に出て発信していくという活動を始めて、その活動を始めるっていうか、デビューの少し前には立山に行ったりとか、立山に行ったってのはまず撮影もしたし、その流れで立山でライブもやりましたし、本当懐かしい、あと本当に地方にどんどん行きたいと僕思ってたんで、ワンマンの後では名古屋とか大阪にも行ったし、これからどんどん地方に行くんですけども、そういう活動、それから配信をした作品作り、津田宮というアーティストの存在意義とか、全部僕はねものすごく確信を持ってやってる。もうこれが必要だと、世の中に必要だし、本当に僕らのような姿勢で、やる音楽家に生まれてほしいと思ったんだけど、もはやこれ待ってるわけじゃなくて、自分がプロデューサーとして待ってるんじゃなくて、もう自分から立ち上がろうと思った。その時に宮という人間と出会ったんだったらできると思ったんで、やるぞと決めたのも、1年半前に決めたのも書く確信があって、でそれを実際にもう世の中に対してこう 出し始めたのが今年だから、
その反応を見ててもね、やっぱり思ったとおり、だからもう揺るがないぞと、確信を持ってどんどん前に進んでいきますよと。だから僕は皆さんと、それから宮城のちゃんとパートナーだけで言いたいのは、津波屋という存在とその音楽、そしてあり方、活動は確かなものなので、すごい安心して前に進んでいきましょうということなんですよね、うん、なのでこれからの津波屋の活動をぜひ皆さん注目しててくださいというのを含めてこの字でした。私はまあそんな津波屋ですけど、まもなく始まる新しい年、2018年の頭からいきなり1月の13日と14日にワンマンライブを2でやります。まあそういう風に力強く始まるわけなので、うん、皆さんもぜひ見守ってください。よろしくお願いします。津田宮でした。津田宮の前、なんていうの、稀な1年とはこれのことだよ。本当だよね。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ります。はい、お疲れ様です。